ピンポーンって訪問するわけですよ。どういう営業をするかなんですよね。初対面で500万円の土地を売るんですよ。初対面で500万円の土地を売るわけですよ。まあ今考えるとさ、うさんくさいと思うかもしれませんけども、でもそれはまあありなんですよね。ピンポンってごめんくださいって言ってた。失礼ですが中山社長でございますか。で、あ、お忙しいところ失礼いますと、私この なんとかかんだらの香川と申しまして、実はこの度この地域の担当させていただくなりましたので、何やちょっと社長様にご挨拶をと思いましてお邪魔させていただきました。社長どうぞよろしくお願いいたしますって言って名刺をパンと出すわけで、もうパパパパーンとね、よどみなく喋るわけですね。でパッとあなんかだってやるでしょ。だからちょっとあのせっかくでございますので、ね、簡単にご説明させていただきたいと思いますっていうふうに全部スクリプトね、ピンポーンともう一回言うと、中山社長様でございましょうか、驚くんですよね。で、あ、そうですけど、お忙しいところおしゃべりますって一歩引くんですよね。私、なんとか株式会社の香田と申しまして、実はこの度この地域の担当させていただくなりましたので、何やともあれ社長様にご挨拶と思いましてお邪魔させていただきました。どうぞよろしくお願いいたしますって名刺をパーンと渡して取った瞬間に、社長早速でございますが、せっかくお目にかかれましたので、これ全部ね、せっかくお目にかかれましたので言わないといけないんですよ。何やともあれ社長様にご挨拶と思いまして、これ何やともあれ言わないといけないですね。せっかくお目にかかれましたので、簡単にというふうに簡単そうに言ってたんですね。簡単にご説明させていただきたいと思います。ちょっとよろしいでしょうかって言って椅子をさして、ここで座って1秒でも間が空いたら、今日君なんだと、あ、今日はですね、新しい商品の PR に参りました、あ、もうこれ間に合ってるから、じゃあパンフレットでもあったら置いていって、用があったら電話するからって言ったらもう終わりですよね。変えるしかない。じゃあお見積もりだけでも取らせていただきました。あ、もう間に合ってるからって。じゃあ今度ね、なんとかさんと、まあ来たら用があったら言うからって言ってね、なんとか君この名刺置いといてって感じですと終わり、もう今ちょっと仕事忙しいから帰ってくれるって終わり、あ、それ失敗、ちょっとよろしいでしょうかって、ここで椅子にケツがつかんか、この瞬間に、あところで社長、大変失礼ですが、あそこにかかってます、よたく、なんちゅう魚でございましょうか、あ、あれですか、あれ、あそこ入れてる、イワナ、えらいでっかいですが、何センチぐらいありますでしょうか、あれはね、59センチね、59センチ、イワナって言ったら顔の差がございますよね。普通こんなもんじゃないでしょうか。まあ、普通はね、まあ、10センチ、15センチ。それを59センチって言ったら世にも珍しいやないでしょうかみたいなね、作れば全部あるわけですよ。それもう真似しまくってたんですよね。ちょっと聞かせましょうか、それ。その香川明とやらを。せっかくですので。どんな感じか。で、それを僕はひたすらですね、毎日見ていたんですよ。ちょうどね、よし、まあ今の僕のトークも結構似てると思うんですけども、ビデオやな、ビデオ、あ、どこ行った、そして失礼ですが、おそらく40前後では
そしてシリウスがおそらく40分ぐらいの話だって言うの。若者のように顔がツルツルしてなんかエネルギーが上がってるのか。まあそういうこういうやつですね。こういうのがあったわけですね。まあともかくですね。でこれを僕はもうずっとやってたんですよ。毎日魚拓のやつを。でいつかこの先生に会いたいと思うでしょ。生きてるのかどうかもわからない。で今見た通り劣悪でしょ。なんか画像がなんかもうちゃんとしたなんかでん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 とかいうやつじゃないんですよ。もう単純に撮ってるだけで。ちょっとひょっとしてエネルギー抜群勢力絶倫いやないでしょうか。ああ、まあ、そっちも負けてないけどね。そんな会話ずっとあるわけですよ、うん、社長様後ろにずらーっと並ってますあの刀本物でございましょうか、ね、うん、まあ、そういうのがいっぱいあるわけ。もう全部覚えちゃってるんですね。もう口調から全てで、それでやってたらこの先生会いたいと思うわけですよ。で探してるんですよ。いないんですよ。でブログとかで、ね、ずっと探すんですよね。なんかあのネット上に何か書かれたけど探してなんかないかなと思ったら、たまにねすっげえ濃い説明が出てくるわけですよ。めちゃくちゃ知ってるんですよ。お、加賀田先生、こんなところにいるんだと思って見ていったらさ、俺のブログなんですよね。お前はもういる、お前はもういるみたいな。まあそうするね。でそれぐらいネット上になかったんですよね、情報が。そしたら今のが2005年ですよ。で2008年のある日4月、大阪の心斎橋にある、コミュニケーションラインという会社から連絡がありまして、あのメールが来て電話がかかってきたんですよ。石田先生ですか、あの実はあの加賀田先生ご存知ですよねと。はいはいって、ブログを拝見させていただきました。感激いたしましたと。実は弊社ではこの度加賀田先生の公式セールス DVD を制作販売することになりましたと。つきましては石田先生、あの今度研修がありますのでご招待させていただけませんかと。ブログを読んで感激しましたと。でその先生、その社長、山本社長というのは和歌山出身で、加賀田先生も和歌山出身なんですね。そうなんですよ、和歌山出身ですよね。でまあそうで和歌山同士だからなんか気があったんでしょうね。マジで俺加賀田先生会えるのと思ってで行ったんですよ、福岡の。でまあいろんな社員がいろんなところ混ざってるんですね。スーツ着てで、まあ、震災橋どっかの貸し会議室行って控室がロビーがね、俺らその受講生のそわそわするわけですよ。もう3年間ずっと見続けてきたんですよ。もう誰よりも会いたいですよ。もう皆さんも会いたい人結構いるかもしれませんけどね、もう俺の中で最上級ですよ。で教室見に行ったらさ、なんかこういう感じ見えたんですよ。うおー、ちょっとやばいと思いますみたいな感じで、ですぐまた、ロビーに戻って落ち着けと、間違いなくあそこに加賀田先生がいるぞと、落ち着けで、あのそろそろ研修が始まりますので皆さんあの教室の方にお戻りくださいってね、社員さんが呼んでくるわけですよ。そしたらはあ、俺やんけ。マジックがないみたいだけど、で瞬間に涙。でこれはね、実はですね、後年僕は斉藤ひとりさんにお会いした時もね、斉藤ひとりさんの名前もめっちゃ会いたかったわけですよね。でなんかちょっとまあひょんなことが会えるようになっちゃってで行ったんですよ。で顔は見た瞬間になんかイメージ通りだなと思ったんですね。だけどもじゃあ始めようかみたいな、あの声を聞いた瞬間涙ですよ。声聞いちゃうとね、あのでいつも聞いてる声だと、マジックがないみたいだけどって言ったらもうそんなみたいな。でも DVD で何回も見てきた全く同じことがやられるわけですよ。4日間感動ですよね。で、休憩時間になんとなくその喋ってたら、君はどこから来たのって、ね、あ、私ですか、あの福岡です。あ、福岡なんだ、僕も福岡なんだよって。
思うんですよね。あ、そうなんですかと。え、どちらですかって言ったら、君どちらなのって言ったら、え、僕あの中川町です。あ、中川町、先生はどちらなんですかって言ったら、うん、それはちょっとね教えられることはできないんだって。ああ、そうなんですかって言ったら、社員さんが、仲良くなった社員さんがね、石田さん、先生の名刺ですって。福岡県、ね、福岡市南区出てたんですよね。で、なんとあの、まあ、皆さん分かんないと思いますけども、こうやってで僕ここに住んでたんですよ。ね、とりあえず、ね、住んでるもう指摘してください。ね、ここっていうのがありまして、これ近くにあるんですね。郵便局まんまに住んでます当時ね。今違いますけど。でガーってこれガーってガーっていったらっていうスーパーがあるんですよ。これダイソーがあるんですよ。だから先生ここに住んだんですよ。でこのっていうスーパーいつも行ってたと。だからでここにハガキを出しに行っていた。でここにダイソーにはあのお庭の掃除するあれを買いに行く。つまり僕の家からここまでだいたい徒歩15分ぐらいです。これどう思います？だってね、香田先生のねバーッと聞きまくって、ね、コミュニケーションラインの山本社長から、ブログを、ね、拝見しましたっていうのは分かりますよ。これ論理的でしょ。つまり自分の会社が DVD を発売するもんだから、まあそれはねネットで調べますよ。おそらくめちゃくちゃこういうふうにね、もう圧倒的な圧あるやつが出てきたわけですよ。でそう興味持ちますよね。うち来ませんかと、うちは研修しますんで来ませんかって、それはもう論理的ですよ、話としては。だけどなんでここに住んでるんですかと。つまり僕の方が後で住んでるんですよ。で僕はここにいてずっとその小さいノートパソコンで、ところでしょう、大変するんですが、ね、私もこちらお邪魔させまして、ガーンと真っ先に目に飛び込んでまいりましたが、まあ見たことがない可愛いワンちゃん、なんちゅうワンちゃんでございましょうか。あ、この子は、ね、グレートで、みたいな、あ、そんな感じなんですよ、ね、これ大切なのは声もそうなんです。もうね顔も真似するんですよ、ね、例えばあの、失礼ですが釣りはいつぐらいからハマっていらっしゃるんですか。まあ釣りはね中学の時、釣りもいろんな釣りがございますけども、川釣りとか磯釣りとか海釣りとか、何が一番ブルブルブル違うガキルするぐらい面白いんですから。あのね、あれやね、あれ川釣り、ね、そうですかと。川釣りのどんなところが醍醐味でございましょうか。海釣りはね誰でもできる、船頭さんが連れてってくれてそこに竿を垂らしたらね誰でも釣れる、そんなものございますか。川釣りはどうなんですか。風釣りはね投げ込むでしょ、みんな一回針に引っかかって痛い思いしてるからなかなか出てこんのよと。坊主と決まる、坊主って言ったら社長拍子抜けでしょって。坊主でも面白い、この自然の中で魚を一体化するこの瞬間が川釣りの醍醐味だ。そんなもんでございますか。この顔、この顔をね真似し、この顔を練習したんですよ。そうでございますか。この顔をね本当にね練習したんですよ。もうそっくりなんですよそれ。で香川明で画像検索すると僕が真似してるこの顔が出てくるんですよ。そんなもんでございますか。でなんか切ない感じでしょ。だからまあからそのすげえ評価してくれてるなーっていう顔までね全部するんですよ。そしたらねこれね思わぬ副産物がありまして、ずーっと鏡見ながらそうございますかとやっていたら、顔の筋肉が鍛えられすぎておかげさまで
顔ピチピチ肌ツルツルになってしまったんですよ。だからこれはもう顔のね、あの筋肉です。だからあの例えばね、ね、あの顔があって目があってこうあるでしょ、口角を上げられますよ。こっち難しいんですよ、ね、こうやって寝かね、ね、いや中にはいますよ。だから顔笑ってるけどこっち目が笑ってないやん、ね、で実際に最近マスクしてるからね、どうだらこうだら言いますけども、別にね本当のこと言うとマスクしてようがしてまいが、情報は本当の情報はこっちにあるんですよ。だからマスクがしてないから表情が見えなくなるみたいな、なんかオーガニック保育園みたいなのがあるわけでしょ、あんまり分からない、そういう自然派スピリチュアルオーガニック保育園があるわけですよ。でマイクマスクを外そうみたいな感じで、なんか別にいいけどねそれはね。でもその人たちは全然スピリチュアルでも何でもなくて、で口ね、口よりもこの目の表情で子供たちはちゃんと奥深く潜在意識を読み取る能力をこの人身につけてるんだなというふうに思わなきゃと思うの。だから口、ね、目は口ほどにものを言うということわざがあるように、ね、でもあいつさなんかいつも笑ってるけどさ全然目が笑ってないやんみたいな人っているでしょ。中田カウスボタンの中田カウスみたいに、あ知らんけどいいけどこういう名称出すなって感じですよね。いやいや、まあまあまあ、まあ、だから顔を笑ってるんやけども口角めっちゃ上がってるんやけども、なんか目が笑ってないと。だからこの目が笑ってない、なんでかってこれね、あのこれ髄筋って言って筋肉できるわけですね。自分の思い通りに筋肉をつけられるわけです。これ不髄筋って言ってなかなかね思いにならないんですけど、でもこれね思い通りにする方法あるんですよ、ね、猫ちゃん好きな人います？猫好きでしょ、猫好きですよね、猫大好きですよね。もうなんかそのなんていうかな、家族の一員ですか猫は。猫飼ってます？飼ってます？もう猫ちゃんのねいない毎日とかもう考えられないでしょ、はい、もうなんていうかもう完全に家族の一員で、もうまあちょっと仮に、まあね、あらゆる動物には寿命がありますけども、ね、それはまあ20歳30歳までね生きる猫ちゃんいないと思うけども、でもやっぱり病気になったりね、もう寿命かもしれないけども病院連れてってなんとか一命をっていうふうに思うじゃないですか。もう家族と同然でしょ。それぐらい猫ちゃんのことをねちょっと思うだけでニコってなりませんか。猫ちゃんを思うんですよ。だから本当に目を笑わせるためには自分の好きなものを思い浮かべるのが一番いいんです。でそこで一番いいのは多分猫なんですよ。いやなんで猫かって猫限定かっていう話はまたあの深くなるんですけども、なんですかね、あの僕猫飼えないんですよ。なんでだったらさ死ぬじゃないですか、すぐ。それ嫌なんですよ。それめっちゃ嫌なんですよ。カブトムシが死ぬだけで嫌だからもうなんか嫌なんですよね。でだからまあもちろんまだちょっとね飼える環境じゃないってもあるんだけども、でもアパートじゃないからすぐ飼うことできるわけですね。でもなんかね猫中心の家族になるだろうなと思うんですよ。まあともかくですね、あの猫のあの可愛さってもうおかしい、もう異常じゃないですか。もう犬も可愛いけども少なくともハムスターにあんま感情移入できないじゃないですか。まあ、できる人いるかもしれないけども、まあでも猫はやばいですよね。だから猫っていうのはこうその人間をねすごくね幸せにしてくれるものなんですね。で猫を思うとこうなるんですよ。実際なしね、まあ、別に猫じゃなくても自分の子供でもいいし彼氏でも彼女でもね誰でもいいですよ。ゲームの子供でもいいし誰でもいいですよ。別に自分にとって本当に幸せになることを思い浮かんだら目が笑えるわけですよ。でもそれよりもねさらに僕は何も思わなくても目を笑うようにできないかなと思って、それで編み出したのが加賀田先生のこのそんなもんでございましたという顔だったわけですよ。まあまあちょっと話ね、今日ちょっとなんか今までいろんなあの話の総決算みたいになってますけども、結局何が言いたいかというと、あのさっきお釈迦様の話もそうですし加賀田先生ここに住んでるってもそうなんですけども、これもう宇宙と思いませんかと。で最初からできないでしょ、これ引き寄せというかもう引き寄せ以前じゃないですか。でそういうことばっかりですよ。例えば今回高野山大学にねなぜか行きました。なぜ高野山大学かというと、去年 の夏デルタ株で一歩も出れなかったんですよ。その時になんかもうツイッターでもうワクチンの話ばっかり見てたんですよね。もう気が狂うと思って、もうスマホをタイマーボックスに入れて出せないようにしたんですよ。その時になんとなく空海の本があったんで読んでたらめっちゃおもろいやんと。でずっと見ていったら、あ高野山大学、教授高野山大学なんて大学あるんかと、確かにあったような気がするなと思って、でいろいろ調べてみたら、なんか
通信教育があるんだ大学院ので、ちょっとこれ応募してみようと思って、で応募して、で、まあ、この春からねちょっと通信教育で勉強するようになったわけですけども、このスクーリングに行ったらなぜか東京大学の先生が来るはずだったのが体調不良とかで、前谷先生という東野山大学のプロパーの先生がいらっしゃったわけです。サンスクリット語の先生がですね。でその先生がなんと毎月第3日曜日に難波のこの教室の、3階か4階かで個人的な勉強会をしてるっていうんですね。でその話を聞いて、あのそういうのって僕でもあの参加できるんですか、あったら、あいいですよって言って、で今日があるんですよね。だからこれも宇宙じゃないですか。だから分かんないですよ、その前谷先生とのね、その先生との、出会いというのが今後どう展開するか分かんないけども、多分きっとこれはいい展開があると思います。で、まあ、それに伴って、まあ、こういうね宇宙と仲良し続く in 大阪、第1回目まあおそらくまあ毎月じゃないにせよ各月ぐらいで、まあ、やるとして、まあ、今回は 1,2,3,4,5 円でしたけども、まあ、次回はちょっと安くなって、なんで安くなるみたいな、そういうことにするかもしれませんけどね。ただまあそういうものですね、この教室から動くことはないと思いますので、まあ、限定36名ぐらいの感じになるかもしれませんけども、まあそれはともかくですね、やり始めたということなんですね。というわけで、あの、まあ、宇宙ということでずっとつながってる。で今日もね、さっき言ったようにあの高野山大学のご縁で、まあ、ここに来たっていうのも多分宇宙なんだろうなと。でおそらく今僕50歳ですけども、60歳ぐらいになったら、なんか論文書いてるんじゃないかなと、まあ、そうなればいいなと思ってます。うん、まあ、修士論文を、まあ、2,3 年のうちに書いたとして、 4,5 年かかりませんけど、まあ、ちょっとある程度書いたとして、まあ、博士号とか言ったらね最高に楽しいじゃないですかと。で60歳か70歳かかりませんけどね、それをライフワークにして空海とともに身を捧げて、で、ちなみにですけども、僕の名前ですけどもね、石田久嗣っていう名前ですね。これアナグラムって知ってると思いますけども、これ、変えたらいいんですよね。例えば小林聖香さんからこう小林聖寛、まあ、小林聖寛さんがね本で言ってたんだけども、これは例えば前世は釈迦となるわけですね。小林聖寛、そっちが汚すぎるんですね。前世は釈迦とかですね、あるわけですよ。あと最強してるのは悟りいう人ですね。だから変えるんですよね、わかりますね。だから自分の名前をアナグラムで書いていったら自分の使命が出てくるってわけですよ。そういうのアナグラムって言いますよね。こうやったことある人いません？ある。だから小林聖寛さんもだから、まあ、ちょっと もう一回見ないと分かんないけども、例えばお釈迦様のなんかあのなんかさ生まれ変わりみたいなこと言うわけですよ。最初一人さんは悟り言う人とかね、まああるんです。やったことあります？アナグラムなかなか難しいですよね。で僕も難しかったんですよ、石田久嗣。そしたらね、その話をした時にあのYouTube のねコメント欄でね、こうだったんですよね。だやろ、だいしつぐきさちゃん。あら。あら。大師、お大師様。ね、それは例えば大師かもしれない。どっちでもいいですよ。これ楽音はどっちでもいいんだって。うん、あのにだから、ね、小林を馬を歯にしてもいいんですよね。うん、で伊藤一人ね、まあ何ですか、ちょっと楽にしてもいいんですね。だから大使だったらエンビシャスね、要するに少年の大使だけの大使かもしれないけども、今の文脈で言うと、まあ、お大使様の大使、大使継ぐひさちゃんということですね。でちょうど僕はひさちゃんとそういう話をずっとした時やったんで、あそうか、俺大使を継がなかんのやと、お大使様を継がないかんのやと思って、で今あのエドワードさんとね知り合っていろいろやってるんですけども、あのエドワードさんは、小林空海の、ね、1200年前に島原半島でご縁があって、で開始にね、こうやって日を書けばいいみたいな、武器をお大師さんからもらったって話ですね。でまあ動乱の時期にあの人世のために働きなさいと言って、で今陰陽師の術をね身につけてるって言ってますけども、あれなんと安倍の生命と小林空海の、技をミックスさせたようなものらしいんですよ。で、さっきちょっと連絡があったんですけども、まあ、今度新潟から、秋田、函館、青森、函館、札幌、盛岡、仙台、山形、福島、水戸、宇都宮、高崎、大宮、千葉、東京のね15都市でありますけども、でその各都市に、アバターを配置してくれるらしいです。つまりアバター、つまり弘法大師空海のアバターをね配置、だから僕はお大師様を、ね、継がなきゃいけないんですよ。だから小林空海は全国回って井戸掘り起こしたりね、結界張ったりしたわけですよ。つまり国を守るためね。もそも遣唐使っていうのはそういう意味じゃないですか。
あの西朝さんはね、国賓として行きましたけども1ヶ月ぐらい、うん、であの空海は指導僧でつまりプライベート、自分でお金払っていくわけですよ。で当時のお金にしたら、ね、5000万円1億円ぐらいかかるって言いましたね。で西朝さんは国費できるわけですよ。で空海は自分でね、あのお金用意しなきゃいけないんですね。そしたら空海のお父さんがなんかスポンサーになったっていう説もあれば、空海があの謎の7年間の時に山の神民たちと一緒に、山の民っていうのは山で生活している中国人ですよね、唐の人たち。その人たちから中国を学びつつ水銀を掘り起こして、で当時は水銀というのは不老不死の薬と言われてましたので、竹筒に何本も持つだけで、まあ何千万になるというですね、で唐ではすごく高く売れるわけですよ。まあそういうことをしてたらしいですね。まあわかんないですよ、これ言い伝えですし、空海の話はまだまだあの謎に包まれてることがたくさん多すぎるんですけども、まあそういう感じで、でもお金を貯めていったわけですよ。その結果西朝さんは、まあ何となくね、ご存知通りなんとなく中途半端な感じになって密教を極めるまでってなくて、結局最澄は空海の弟子になってるわけですけども、まあ、空海は向こうで経過ね、アジャリから密教の全てを教えてもらって、で、ね、密教は八大思想っていうわけですね。大日如来から金剛去った、福なんとか方がちょっとパッと出てきませんけども、まあ、そういうのがいて、で空海アジャ経過が7代目、そして8代目が空海、そして日本に真言密教を広げて、で密教が廃れずに済んだわけですよ。で今密教がちゃんと生きてるのは日本だけですからね。もちろんチベットにもありますし、中国にも、もちろんインドにもあると思うんだけども、でもなんかあのちゃんとしたその密教という形で継がれたのは多分日本が一番完成されてるんじゃないですかね、うん。でまあそれで空海の、アバターを置いて各地に、で僕がそこでなんかあのそういうなんかしないといけないらしいんです。でだから遣唐使っていうのは家事祈祷を学びに行ってるわけですから、空海は唐に行って、で本当だったらね、20年唐にいないといけないんですよね。だから30歳から行ってるんで、30歳ぐらいで行ってるんで50歳ぐらいまで帰れないんですけども、なんかあの1年後になんかお葬式があって、その帰りの船に乗れたっていうですね、でも慶華さんが、まあ、あんたも早く帰りなさいって言ったんですよね。20年持っても意味がないって、たまたまなんかのお葬式やなんかで船が来たからそれに乗って帰ったって話ですね。なんかめちゃくちゃついてるわけですよ。ついてるのはもうそういうなってるわけですよ。だからもしあの時にお葬式の船が来なかったら、空海はあと20年間ぐらい唐にいて、なんとなく向こうで余生を、送っちゃって、まあ、何が起こるか分かりませんけどね、で50歳で帰ってくるのかどうか分からないわけですよ、まあ、それで、ね、実際こういうになったかどうか分からないですよ。まあ、とにかくその天皇陛下だったり国を守護するために空海というのが存在して、でそれを継ぐということで、エドワードさんもそれをまあ目指しているということですし、じゃあ僕も今度自転車でねちょっと回りますんで、空海じゃありませんけども、空海はねこうやって杖ついて歩いたかもしれないけども、僕はまあ自転車に乗ってね、機動力を持って、東日本東北北海道をちょっと走ってきますんで、その都度ですねアバターを置いて、なんかわかんないけどもうね、物事を起こしていこうということです。でそれが終わったらあの大阪にまた戻ってきまして、10月10日1010、20221010、800人の8ですよね、8っていうのは出てくるわけですよ。で、奇跡が、奇跡になる時って、奇跡が奇跡に変わる時っていうタイトル、スピリチュアルトゥースイング2、奇跡が奇跡に変わる時というタイトルにしました。何でもありです、はい。それで今日フライヤーが出てきましたので、あのめちゃくちゃ面白いようになってます。でまあ、もしよかったら来ていただきたいなと思うところですね。というわけでね、今日はね、なんかあの僕のこれまでの生い立ち的な話をずっとさせてもらいましたけども、まあ、その都度その時の、タイムリーなホットな話をさせてもらいたいなと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。